ジャンプの方をやっていきましょう。まずこの、ロコモーションに行ってもらって、右の、アセットブラウザーの中から、サードパーソンジャンプスタート、これですね。これを、ここにドラッグ&ドロップしてもらって、でこの、BS アイドルウォークランからこのジャンプスタートに矢印を引っ張ってください。そうするとこういう矢印がまた出てきます。で次にこの、ジャンプループをここに持ってきて、で今度スタートからループに矢印を持ってきます。で最後にジャンプエンドですねをここに持ってきて、同じように矢印を引っ張ってあげて、最後はエンドからこのウォークランの方ですねに矢印を持ってきます。そうするとここに、まあ、こういう矢印ですが4つ出てくると思います。でこの矢印何かというと、この繊維状態を、定義するもので、BS アイドルウォークランからどういう条件の時にこのスタートに行くか、ジャンプするかです。ジャンプのスタートに行くか、でこっちがジャンプのスタートからこのジャンプループっていうところにどういう条件に行くかを、まあ、こういうところで指定してあります。で、具体的にどうやっていくかというと、ここの矢印ダブルクリックすると、まあこのリザルトっていう書いてるノードがあると思います。で、そこからこのピン、入力ピンから矢印引っ張って離すと、ここにプロモートというバリエブルっていうのがあって、これを押します。ちなみにこのプロモートというバリエブルっていうのは、ここの目的に合った変数を自動的に、出してくれるっていうものになります。なので、ここで自分で勝手に変数出して、それをブーリアンにしても、全然問題ないです。でこの変数の名前を、is in air 空中にいるかいないかっていう変数にします。で次にもう一回ロコモーションに戻ってもらって、今度はここの矢印です。ここを選んでもらいます。で今度ここは、右、何もないところで右クリックして、タイムリーまで打ったら、でここのチェックを外してもらって、タイムリメインですね。あ、これですね。タイムリメイニング、ね、カッコ、レイチョって書いてるやつ。これを選びます。で、選んだら、このリターンバリューからさらにピンを出して、ワイヤーを出して、今度、この、小なりの記号を出して、このフロート、小なりフロート、これを出します。でここの値に 0.5 っていうのを代入して、でこの赤と赤をつなげます。これ何かっていうと、このサードパーソンジャンプスタート、これで言うとここですね。ここのアニメーションの、残りの割合が 0.5 以下になったら、このループっていうアニメーションがスタートするっていう意味です。まあ、要するに 0.5 な、まあ、0.5 なので半分ですね。このジャンプスタートというジャンプスタートっていうアニメーションの残り半分に来たら、次のこのループっていうアニメーションに移行しますっていう意味です。でここの矢印キーをまた押して、
今度はこのさっき、作った、変数です。これをここに持って行って、でゲットで、ノードを置いてあげます。で今度はこのノードからノット検索して、このノットブーリアンを出します。でこのワイヤーとワイヤー、ピンとピンをくっつけ、つなぎます。このノットは、この is in air が false だった場合、true を返すという意味になります。で、それが終わったら、ここに、これもさっきと同じ、time remain の例、これですね、を選んであげて、これも同じように、小なりでここを 0.5 でしてこことここをつなげます。これでここの、アニメグラフの設定は終わりです。で今度、これを使えるようにするんですが、それはイベントグラフに行ってもらってトライゲットポンオーナーから、またワイヤーを引っ張り出して、で検索のところで、ゲット、ムーブメントコンポーネント、これですね、これを選びます。で、ここからさらに、このリターンバリューから、is falling ですねを選んでやります。でまあ、このノードは空中にいるか否かを取得するノードで、空中にいる時に true を返します。でちなみにこのフォーリングにつながっているこのムーブメントコンポーネントは、これはキャラクターの移動とかに関するノードを取得するものになります。でこのリターンバリューにつなげるものはこの is in air ですね。でこれを今度セットで、ノードに置いてあげます。でこの赤と赤をつなげて、でスピードのセットと is in air のセットを結んであげます。これで終わりですね。全体はこんな感じですね。で、コンパイルセーブしてプレイして、スペースバーを押すとジャンプするのがわかると思います。で、ジャンプの高さですね、高さを変えたかったらこの BP キャラクターですね、ここに行ってもらってこのキャラクタームーブメントを選んでもらって、この、キャラクタームーブメントジャンピングのジャンプ Z ベロシティのここの値を、まあ、適当な大きさ、例えば600とかにすると、もうちょっと高く飛んでくれます。こういうふうにです。14時です。で、さっきちょっと言ったこの Get Movement Component ですが、これはこの BP キャラクターのここですね、キャラクタームーブメント、この項目を呼んでるっていうことになります。で、このトライゲットポーンオーナーは、前回ちょっと言ったと思うんですけれども、アニメーションブループリント、このブループリントですね、このブループリントとこっちのブループリント、 BP キャラクターの、ブループリントを、直接値をやり取りするためのノードになります。なので、これを置くことによって、このアニメーションブループリントからこの BP キャラクターにアクセスすることができて、でそこから BP キャラクターにあるこのキャラクタームーブメント、これですね、ここにアクセスしているわけですね。で、ここにアクセスすることによってこの、is falling っていう空中にいるか否かを取得するノードが取得できるんで、
これを置いてあげます。でもし空中にいれば true が入るんで、ここに true が入ります。でここに true が入るっていうことは、さっきロコモーションで設定したここですね、ここの矢印のここに true が入るので、でここのリザルトの、このジャンプスタートが、開始されるっていうわけです。なのでここの true が入ることによって、ここの遷移状態がオンになってジャンプが開始されて、でスタートのアニメーションの残り時間が半分になると、こっちのループっていう、状態ですね、こういうアニメーションに、移行します。ジャンプが終わると、ここですね、 is in air に false が入るんで、でこれは not につながっているんで、false が入ることによって、この result には true が入ります。でこのジャンプのエンドモードが作動して、このエンドモードの残りが半分になると、この最後ですね、ここのウォークランが、に、遷移しますということです。これぐらいにして、次の動画、第3章ということで、次は滑らかに走るということをやっていきたいと思います。以上です。お疲れ様です。